おはようございます。今回はですね、高知にドライブに出かけた様子をお伝えしたいと思います。まずはこの海から、どうぞ。こちらは高知県にある黒潮町の入野海岸です。この海岸は長さ約4キロ、幅も約200メートルありまして、日本の渚百選に選ばれた海岸です。ではしばらくご覧ください。こちらの砂浜ではいろいろなイベントが開催されていまして、 T シャツアート展や
砂浜を裸足で走るシーサイド裸足マラソンなんかも行われています。続いて近くのひまわり畑にやってきました。こちら土佐市にある出馬ひまわり畑では、6月中旬から早咲きのひまわりが見事に咲いていました。やはり早咲きということで背が高いですね。聞くところによりますと、ネギ農家さんが始めた試みで今では人気のスポットになっています。この日もたくさんの方が来られてて、いろんな角度からひまわりを狙っていました。本当、ひまわりに元気をもらいました。そして本当帰り道なんですが、ふと山を見上げると、なんとツリーハウスがあるじゃないですか。ちょっと行ってみましょう。このムクの木なんですが、樹齢150年ありまして、なんとムササビが住み着いています。そしてそこに完成したツリーハウスなんですが、こちらの可愛い店長こっちゃん、小学生なんですが、今回会えませんでしたが人気者みたいです。いろんなメニューがありますね。コーヒーが好きな私はアイスコーヒーです。次回はこっちゃんにも会いたいですね。すごい自然の中で時間を忘れて癒されました。といったところで、今回もいかがだったでしょうか。またいろいろと県内外巡ってみたいと思います。それではまた。